トリックオアトリート。ん、何をキョトンとしている。いつか喫茶店を開くのなら君らの文化を理解しておいた方がいい。だからこの妙な挨拶も真似てみたんだ。先ほどの言い方では怖いだと。そうか、ではトリックオアトリート、こんな感じか。まだ笑顔が硬いならばトリックオアトリート、トリックオアトリート。これなら文句はあるまい。何、大人は挨拶される側なので必ずしも言わなくていいのか。それを早く言え。今のは何のための練習だったんだ。